経済学を行ってみたいと思います。じゃあ今日の長文の全体像ですが、こちら段落は8個。皆さん、設問形式こういう感じになっております。でもさすがに10問全部やってるとですね、視聴時間がかなり長くなってしまってですね、皆さんご覧いただけないので、ちょっと皆さん色のついたところ絞らせていただきたいと思います。やはり慶応経済ときたらですね、空小10問題、そして内容1問題ですね。皆さん、問いの3番と問いの8番は段落の中での内容1問題です。そして皆さん、問いの9番の発音アクセント、そして問いの10番本文全体の内容1問題、これは他の大学とか他の学部、これで対策が図れますので、この問いの1番から問いの8番までですね、これを頑張っていきたいと思います。じゃあ行きましょう。すみません、こちら設問の指示ですね。そしてこちらは本文のタイトルでございます。一読お願いします。すみません、続いて第1段落でございます。すみません、一読した後こちら設問の指示ですね、確認後に解き始めていただけるとよろしいかと思います。すみません、これは空所の左側ですね。貧困は相対的なというふうに書いておりますので、うにゃうにゃではないというふうに言い換えられそうですね。もちろん相対的というのはこれですよね。絶対的ではないということでよろしいかと思います。すみません、1番コンクリートは具体的な。2番は慣れ親しんだ。4番は理論的な。ですからやっぱり絶対的ではないというところで、relative、それと言い換え可能になりますね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。皆さん、この空所 A と空所 B ですね。そこにまつわる設問ですが、まず皆さん、これでございます。まずは設問の指示を確認してくださいね。さあ、今皆さん、選択肢が4つ見えてるかと思いますが、まずはこちら、空欄 A ですね。consist of を入れるか、make up。これを入れるか、どっちか考えていただけるとよろしいかと思います。皆さん、これは空所の左側と右側ですね。左側は中小企業。で、右側は繁栄している経済ですね。その関係性を多分考えていただいたかと思います。まず皆さん、consist of ですね。皆さん、これも前後の関係性はどうでしたかね。例えば、the society consists of 100 members。皆さん、これは consists of の左側。主語に当たるものが全体像を指してますね。で、of の右側。100人のメンバーということですから、こちらが部分を表してますね。ですから左側が全体、オブの右側が一部、まあ、構成している要素と考えていただいてもいいかと思います。で、今回皆さん、空所 A の左側、中小企業と書いてますね。で、空所 A の右側は繁栄している経済と書いてますから、こちらが全体像を表してますね。ですから経済を成り立たせているのが、こちら中小企業ですね。つまり中小企業のおかげで経済が成り立っているわけですから、中小企業は構成要素。つまり部分を表してますね。で、経済の方が全体像ですから。ですから1番、2番、×ですね。ですから部分があって全体があるのは3番、4番、メイクアップ。うにゃうにゃを構成するということでよろしいかと思います。じゃあ皆さん、今度は空欄 B でございます。set in にするのか、started out、こちらにするのか、考えていただけるとよろしいかと思います。これ空所の B 左側見ていただけると、主語は今日の大企業という話がありますね。で、別に選択肢の3番 set in、 これは季節とか天候が始まるという意味でしたね。例えば the rainy season has set in、 こういう感じで使いましたね。ですが今回の主語は季節や天候ではないので3番はダメですね。で、別に4番であれば、今日の巨大企業も小さな規模、小規模ですね。そこから始まった。意味内容上バッチリですね。ですから4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。こちら設問の指示を一読していただけますか。さあ皆さん、第3段落一読をしていただいた後ですね、こちらの選択肢、検討していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、まず選択肢の1番ですが、政府の規制によって弱まるという話はどこにも書いていないですね。で、続いて選択肢の3番でございます。皆さん、文頭雇用契約の話はですね、こちらには書いております。ただ皆さん、読んでいただいてもですね、最低賃金の問題の主要な解決策という話はどこにも書いていないですね。そして4番、Black Economy。これは確かにこの辺りには書いてあるんですが、そしてさらに皆さん、タックスですね。税金を逃れる話はこのあたりに書いてますね。ただ皆さん、これはブラックエコノミー。
それの具体的な内容がこの後続いているだけでございますので、この言葉の説明ですよね。ですから皆さん、利点を与えるわけではないですね。となってくると皆さん、選択肢の2番ですね。企業はいつもこの規制ですね。その方法をいつも見つけると書いてますね。皆さん、その内容はこのあたりに書いてますね。最も有能な雇用者は方法を簡単に見つけることができるんですね。それは最低賃金の方法、それの効力を避ける方法ですね。回避する方法をいつでも見つけると。ですから選択肢の2番、言ってることバッチリですね。ですから言い換え可能ということで、2番が正解です。さあ、続いての段落でございます。一読していただいた後、この4番考えていただけるとよろしいかと思います。これは空所4番の右側ですが、物の値段ですね。物価が上昇するという話がございますね。で、皆さん、ありがたいことに、皆さん、インフレが起こりますよと言ってる内容、イコールですね。皆さん、となってくると、can の言い換えが入りそうですね。で、もちろん、インフレが起こりうるんですよね。つまり、水量の意味内容ですね。ということは、皆さん、空欄4番にも水量、それが入る可能性があるんじゃないかというところで選択肢眺めていただけますと、1番キャンはもうそのままズバリですよね。そして皆さん2番メイもかもしれない。で、3をすっ飛ばして4番ウィルも水量ですね。一方3番マストはしなければならないと。水量ではなく義務ですね。ですから設問の指示に皆さん入らないものを選べということでございますので、正解は3番のマストということでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら、設問の指示の確認をお願いします。さあ、皆さん、選択肢こちらでございます。第5段落、一読していただいた後、検討をお願いします。まず、3番、4番、ダメそうですね。これ、両者ともに単にうにゃうにゃに過ぎない。ということは、言ってることほぼ同じですからね。ですから、もし3番を正解にしてしまうと、じゃあ4番はなぜダメなのか。一方4番を正解にしてしまうと、じゃあなんで3番ダメなのかという話になってしまいますからね。で、あとは1番か2番かということですが、1番 actually、 これはいろんな動画でお話はさせていただいてますが、前後は対比の関係ですからね。じゃあ皆さん、これ空所5番の前後が対比の関係になってるかっていうと、まず皆さん空所の左側ですが、これですね、職を失ってる様子が伺えます。で、皆さん空所右側もこれですね、失業の話が書いてますね。ですから対比が発生してるわけではないので、1番ダメですね。で、皆さん2番を入れていただけると、この仕事がない状況、失業している状況というのは、coincidence、偶然の一致とは、hardly、ほとんど言えないと。ということで2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第6段落前半でございます。このタイミングでこの空所6番ですね。解けるかと思いますので、こちらから検討をお願いします。これ空所6番の右側を読んでいくとですね、一旦この段階でですね、肯定されていることはわかりますね。で、皆さん、true の左側は revive、復活という意味ですから、プラスの価値観ですし、こちらもそうですね、役に立つ、プラスの価値観でございます。ですから、まずその段階で否定的な表現を持つ2番、3番、×ですね。例えば1番にしますか4番にしますかということですが、皆さんこの however のところでひっくり返されてますよね。つまりマイナスの価値観に変わってますね。で、皆さんこの段階でもし1番 anyone であれば、誰もが主張していることになってですね、全員が肯定している話になっちゃいますね。そうすると後ろの however とつながってこないので、1番はダメですね。ですから皆さん4番 some であれば、こういうことを主張する人もいると。ですから全員が賛成しているわけではないので、これこれこういうことを主張する人もいるだろうけども、でもねーって感じで繋がってきますね。ですから意味内容上バッチリ。よって4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、段落後半でございます。一読をしていただいた後、問いの7番お願いします。これ選択肢4つ眺めていただけると、時制に違いが出てますよね。現在時制なのか過去時制なのか。まず皆さん空所の直前の文章を見ていただきますと、 have 現在時制で表現されておりますので、皆さん過去を表す1番と4番が×ですね。
で、後見さん2番にしますか3番にしますかということですが、でこの現在時制、特に進行形とか完了形になっていないので、それに合わせて考えていただいてもよろしいかと思います。ですから皆さん2番が良さそうですね。皆さん2番ももちろん現在時制で特別な形に変わっていませんね。つまり進行形とか完了形にはなっていない。皆さんそういう形を普通形とか、もしくは単純形と呼ぶ人もいらっしゃると思います。その表記にすることによって普遍的な意味内容を表すことができました。ですから常に変わらない。いつもそういう状況であるということですから、もう一つ手前のこの always、 こちらの内容とも意味内容上バッチリですね。ですから2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。こちら節務の指示の一読をお願いいたします。さあ皆さん、第7段落一読をしていただいた後、こちら検討をお願いいたします。です、まず選択肢の1番ですが、女性の話は書いていないですね。そして皆さん、選択肢の2番も文末 qualify、 資格を与える話もないですね。そして選択肢の3番ですね、雇用者が給料のレベルを維持する、これも書いていないですね。で皆さん、4番の前半 unfair、 これ皆さんこのあたりですよね。 never entirely fair。 で皆さん、4番後半、最も助けを必要とする集団ですね。その人たちがこれですよね。技術レベルが低い労働者、そしてこの集団の中に多くの若者がいて、そして皆さん、技術を獲得する仕事の経験が必要と書いてますね。ですからしっかり言い換えられておりますので、4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。では先ほど出てきた中でですね、次につながる情報をまとめておきました。そして皆さん、知らないところがありましたら、この後ノートを取っていただいて、で、ノートを取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけると嬉しいかと思います。ということで今日も頑張りましょう。